さて続いてのチェックポイントは、なぎテラスから車で5分の場所にあるなぎ山麓山の駅です。標高400メートル、雄大な自然の中にある山の駅からはなぎの街並みが一望することができます。紅葉もちょっと始まってますね。さあここでもしっかりスタンプをゲット、はい、この山の駅にはなぎ町特産の幻のグルメがあるそうなんです。幻、地元のお野菜売ってますね。あ、栗とかオクラ、うん、いやでも幻ではないですよね。幻なんだろうね。なんだろう。あ、この辺りもいろいろありますけど、あ、あ、幻見つけました。幻の里芋天ぷら、これどういうものなんですか？はい、以前はイベントでしか里芋の天ぷら出していなかったんですけど、今回は森の芸術祭に合わせて出させていただいてます。期間が限定だから幻、今の期間は食べられるんですね。やりましたね、見つけました。じゃあ早速ちょっとその幻の里芋天ぷらいただいてもいいですか？はい、お待たせしました。幻の里芋の天ぷらでございます。来ました、ありがとうございます。幻の里芋天ぷら、うわっ、おいただきます。うわ、里芋の天ぷらってどんな感じなんだろう。ねっとりとしてて甘みがすごいですね。おいしい。綺麗な断面。おいしさの秘密は奈義町特有の火山灰を含んだ土壌なんです。今が旬ですから。さらに、はい、今旬なんですね。はい、里芋も有名なんですけど、奈義町では奈義ビーフもおすすめなんです。おいしいよ。こちらがその奈義和牛のすき焼き、おいしそうでしょう。もうほぼ美味しいです。わかります。もう美味しい。油と赤身の絶妙なバランスが絶品なんです。卵につけていただきます。うわ、たっぷりだ。そうでしょ。そうなるでしょ。いいな。幸せです。ありがとうございます。とろけました。すっごく柔らかくて。脂身も多すぎずにあっさりと食べられるなぎ和牛、本当に美味しいですもうね、これだけ食べに来てもいいんですけど、ここに来るとスタンプを1個ゲットできる、こんな嬉しいスタンプラリーないですね。まさに身も心も満たされるスタンプラリー、ぜひ皆さんもなぎ町に来てスタンプ集めてください。